大人が英語を嫌なら竹田です。English。はい、今回は英検2級合格のためにどれぐらいの英文解釈力が必要とされているのか。おお、なるほど。このテーマで話していきます。英検2級と準1級についてはすでに解説した動画が出てますので、よろしければそちらもご覧ください。で、今回は英検2級編ですよと。そうですね。文構造を取る力ってことですね。 S とか V とか。そうですね。解釈はちゃんと SVOCM 振って一文を正確に訳す、ということですね。でもいきなりなんですけど、はい、英検2級でギリギリ合格点を取りたいという方、やらなくて OK です。はい、なるほど。2級レベルで言うと正直解釈の力はそこまで重要ではないです。はい、むしろ英検2級まだ受かってないよ、もう合格点取れてないよっていう人に関しては、単語と文法、この力が足りてなくて読めてないっていうケースの方が多いと思います。そうですね。想像してみてほしいんですけど、英検2級のリーディングでですね、知らない単語ない、受動態とか関係代名詞説とか仮定法比較とか全部文法わかるよなってたら、大体読めますよ。なるほど。そうですね。なので構文解釈をやる場合はですね、さらに安定的にリーディングセクションで高得点を取りたいとか、リーディングセクションを武器にしたいんだみたいな方にやってもらえるといいんじゃないかなと思います。はい、ちょっと改めてなんですけども、その構文解釈をやる場合はちゃんと2級に出てくる単語、熟語、文法、これわかんないと始まらないので、まずはそこを完璧にしてほしいです。あとは一応進めていく上でね、じゃあおすすめの単語帳とか何なのとかね、言われるかもしれないので、単語帳に関してはこちらの動画内で解説してますので、比較してですね、ぜひそちらをご覧ください。で、英文法に関しては、おすすめの動画出してなかったんで、一応レベル別におすすめの参考書を紹介すると、文法の基礎が危ういっていう方に関しては、大岩の一番初めの英文法をしっかりやってください。紹介動画も出てます。で、次に勉強時間が限られているけれども、もっと文法の力つけていきたいよっていう方は、こちらの英文法レベル別問題集4に取り組んでほしいです。で、動画も出てるんですけれども、特にこの参考書では正序問題出てまして、で、それに取り組むことによって正しい英文を作る力も同時に伸ばせます。で、ライティング対策にもなりますよと。そして時間に余裕がある方ですね、さっきのレベル別問題集って結構薄いので、サクッと終わるんですけど、時間に余裕がある方は森一先生が書いてる一から鍛える英文法必修編に取り組んでもらえると、しっかり対策できていいんじゃないかなと思います。で、ここまで紹介した単語と文法を完璧にしてくれていたらば、無理やり単語を頭から日本語に訳すという読み方でもなんとか合格点狙えちゃいますよと。ただしっかりさらに英語力伸ばしていきたいんだという方とかですね、さらに上のレベルの英検準1級にもね、後々チャレンジしていきたいよとかね、いう方に関しては解釈の勉強もしていってほしいです。で、おすすめの参考書としては、こちらの肘医学の読解のための英文法が面白いほどわかる本ですね。2級では複雑な構文は出てきませんので、基礎的な構文解釈をわかりやすく解説してくれているこの参考書を使って解釈の練習をしていくっていうのがいいんじゃないかなと思います。ただ、この本のその発展問題に関しては結構難しいので、2級レベルだったら正直やらなくてもいいかなという感じですね。むしろちゃんとこの1冊全体を通して識別とかですね、なんでこのざっと説はこうなるのかとか、なんでこれが目的語にと言えるのかとか、そういう考え方の方をちゃんとインプットしてもらうことの方が重要かなと思うので、早く一周回してその参考書に書いてある考え方をちゃんと使いこなせるようにね、インプットしてもらうっていうのが重要かなと思います。またこの参考書を取り組む際に勉強法を間違えてしまうと、参考書は終わらせたんだけれども、結局なんか2級レベルの文章も解釈できるようになりませんでした、みたいな事態に陥ってしまう可能性もありますので、そうならないようにこちらの動画で間違った解釈の勉強法を紹介しているものがあるので、そちらを見ていただいた上で参考書を使って勉強していってほしいです。それさえしてもらえれば、英検2級に関しては完璧に解釈の対策できると思うので、しっかり今日話したことを参考に勉強していってもらえれば十分かなと思います。今回は英検2級合格のためにはどれぐらい英文解釈の力が必要なのかというテーマで話してきました。他にもこのチャンネルでは最短最速で英検2級に合格するための勉強法だったり、おすすめの参考書を紹介しています。なので、ぜひそちらの動画も見ていただいて、あとコメント欄ですね、英検2級のこんなところに困ってるんだよねみたいなことがあったら教えてください。それでは今回も最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。